皆さんこんにちは。成績が下の上のやつほど新人いびりをするのなぜなぜということで、今日もよろしくお願いします。ということでね、またユタボンさんが YouTube でね、釣り動画と、あと TikTok では煽り動画を繰り返してるみたいなんでね、これについて語っていこうかなというふうに思いました。先ほど、僕がつかみで言ったね、なぜなぜのネタを使ってまた煽り散らかしてると、そういうふうな状態なんでね、これについて語っていくこともね、最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。でも早速結論から言っちゃいますけど、ずっと言ってきてるんですけど、こう目先のことに飛びつくだけで実際語彙力がないから、上積みが何もできなくて、上積みっていうか記憶とか、その何ていうか考えることができなくて、結局同じことを繰り返すしか脳がなくなってるのかなと。で、逆に言えば目先の金を集めようと必死になるあまり、こう何かしら勉強したりして、こう長期的に考えたりとか論理的な考え方っていうのがこう全くできないんだろうなというふうに思いました。もう目先のこといっぱいだから、だからそういうふうになってるのかなというふうに思いました。で、人を煽っても成立するのはキャラとして成立させつつ、この面白いとか何かしら実力がある、歌がうまいとか絵がうまいとか、そういうふうな実力がある側面がないと成立しないんだなということが改めて思いましたね。はい。で、まあ、最近でもないんですけど、まあ、一個褒めることはあるとすれば、まあ、最近流行ってるわけじゃないですけど、 TikTok で流行りの、 そのなぜなぜネタ持ってくるあたり、こう最近の流行をこう最低限抑えることはできてるんだなというふうに思いました。うん、でも肝心の内容、あ、内容言ってなかったですね。YouTube ではそのなんかやばい動画ができました、だったっけな、なんかとりあえず釣りタイトルで、ただこう殴られるのがうまいというか、ボクシングやってるから、こう受けがこう何パンチを受けてもこう何も響かないみたいな、そういう風な動画でした。で、 TikTok は先ほど申し上げたように、学校に行っても何々できないのなぜなぜみたいな、そういう風なことで、また視聴者を煽ってるっていう風な感じだったんですよね。うん、まあ、変わってないなという風に思いましたね。はい。うん、まあそんな感じですね。まあ今まで通りだなというふうに思いました。なんならこう一切変わってないのがやばいなというふうに思いました。小学生から中学生の間っていろんなことを吸収できる年代なわけじゃないですか。まあもちろんその脳発達とかまだ途中の段階ですから、なんだっけな、20歳から25歳が一番実は脳の頭がいい時期なんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、まあ、それでも言っても発達途中だから、中学生とか小学生卒業した時っていうのは、だからこういろんなことを、偏見とかなく吸収できる年代がその頃だと思うんですよね。なんだけどこの変われなさっていうか、それはちょっとやばいんじゃないかなというふうに思いましたね。はい。別にその、なんて変わってないって言っても、その吉本新喜劇みたいに20年間ずっと同じことをやって笑いを取るみたいな、そういう人がいるんですよね。だったらいいんですけどね、あれはこうお決まりのパターンで、あ、またやってくれたわみたいな、その安心感というか、そういうもので笑わしてるんで、こう別にネタが思いつかないっていうよりも、ずっとその人の実績があるから、吉本新喜劇でずっとこう台本を元にして、なおかつ自分のアドリブも入れながら観客を笑わしてきたっていう実績があるからこそ成り立つわけであって、でだからこそ吉本新喜劇に出れるし、こうみんなが認知してくれてるから成り立っていると思うんですよね、あれは。まあ、これはユタボンの場合は他人を意図的にこう何回も、不快にさせてる時点でもうバカとしか言いようがないんですよね。うん、それに加えてバカの一つ覚え的な感じでずっと同じことを言い回してるみたいな感じだと思うんですよ。これは小学生の時から実際に何を学んできたんやとユタボンが言ってきたことを丸々お返しするんですけど、何を学んできたんやと、そういう風な感じですよね。うん、むしろこっちがその答えを聞きたいですよね。うん、いう風な感じでしたね。はい。まあ、先ほども申し上げたように、その中学、小学校の6年生から中学の間、まあ、彼は中3の年齢ですけど、その年代は、いろんなことを受け入れられる。で、しかもその中2とか中1ぐらいで大体こう第二次成長って言って、なんていうかな、こう人は二度生まれるっていう風なのの二度目が、起こるわけですよね。だからそこでこう今までのこう人生というか、今までじゃないな、これからの人生のことをこうそこでこうある程度決めるっていう風なことができるような年代になってくるわけなんですよね。まあ、それがこうまだ来てないのかなっていう風な感じには見えましたね。こう小学校の時からずっと同じこと言ってるって、まあなかなかないと思うんですよね。普通中学生あたりでもう小学生はちょっと子供だったと、これからはもうそういう時期じゃないよなっていうのを気づくはずなんですよね。うん、なんだけどこれはどうなのかなという風に思いましたね。はい。まあ、これはまあ本人と話をしないとわからないところではあるんですけど、傍から見るとそういうのはないなというふうに感じました。はい。うん、
まあ、あとあの TikTok をやってる時の目が死んでるなというふうに思いました。はい、うん、まああの、まあ、これユタボンというよりもユタボンパパなんですよね。これは あれがちょっとおかしいんですね、うん、まあどういうかどうなのかっていうと、まあなんていうかな、何もないというか実力がないのにこう吉本新喜劇とユタボンパパの違いというのは、まあ、結局実力がないのにああいう風な目立とうとしてるみたいな、そういう風なことしか、見えないわけなんですよね、うん、だから目立って何かしらメリットがあるのかなという風に思いましたね、うん、これはまあユタボンに限らずみんなそうなんですけど、なんか目立ったら街中で声かけられたりとか、こうちょっとした些細な言動でいろいろ言われたりするわけじゃないですか。でそれってどうなのっていうふうに思うんですよね。結果的に自分の休まる場所がなんていうかな少なくなっちゃうじゃないですか。それってどうなのっていうふうに思ったんですよ。で逆にステージの上で目立つとかだったら全然いいと思うんですけど、でそれ以外の場所で目立っちゃうのはどうなのかなというふうに思いました、ね、でしかも彼らの場合は目立ちた方がね悪目立ちですから、こう人を煽り散らかしたりだとか騙したりとか、そういうなんかこう負の側面で目立ってるから、なおさらこうちょっとした言動でこういろんな人があの不満を持っちゃうっていう風なところはあるから、まあなんか、うん、どうなんだろうなっていう風に思いました。はい、いう風な感じですね。うん、まあ結局実力がないのに目立とうとしてる時点でこう時点でというか目立っちゃったらただの痛い人になっちゃうわけじゃないですか。そういう風な感想しかないですね。あ、そうだ、思い出したんですけど、その実力がないのに他人を煽ってるから成立しないみたいな、思い出したんですけど、あのヒカルさんがなんだっけ、東大に何万人も行ってるのに なんて言ってたっけな、あとちょっと覚えてないな。そう、東大の とりあえず東大生とかあの大学生をバカにするような発言をしてたんですよね、うん、まああれはもう正直あの相手にしなくていいんじゃねえのっていう風に思ってるんですけど、正直なんですけど、まああれはヒカルさんだからこう成立するわけじゃないですか。まあなんやかんやヒカルさんって結構面白い企画を考えたりとかして、チャンネル登録者数が何人だったっけ、数百万人とりあえずいるわけなんですよね、うん、まあ僕もヒカルさんの動画ほぼ見たことがないんですけど、あの本当にもう高校生ぐらいの時のあのなんだっけ、祭りくじの闇を暴くぜみたいな、なんかそんな動画しか見たことないんですけど、まああれぐらいの企画力を持ってるからこそ成立するわけじゃないですか。でまあ YouTube で一発当ててあれだけお金を持ってる、まあ、YouTube 以外にも他の事業もやってるのかな、わかんないですけど、それでこうなんていうかな、お金を集めることができた、まあ、あの方法はさておいてね、うん、まあいう風な感じだから、まああの一応実力がないことはないんですよね。うん、それでまあ YouTube は本当に面白い動画は本当に面白いと思うから、うん、まあいいとは思うんですけど、まあ YouTuber ヒカルはまあ好きな部分もあるんですけど、まあ それ以外のね、あのどっからお金集めたんだみたいな、そういうところはあるんですけど、うん、まあだからそれなんていうかな、 YouTuber としての実力があるから一応成り立ってるようには感じるんですけど、まあユタボン君はどうなのかなというふうに思いましたね。はい、いうふうに感じました。うん、まあ、この間も言ったと思うんですけど、そのバカは自分を大きく見せたがる傾向があるらしいんですよね。はい、まあまあユタボンのことをバカって言ってるわけじゃないですけど、まあ、あのもちろんね、その他人を不愉快にさせる、意図的に不愉快にさせることに関してはもうこれはバカとしか言いようがないんですけど、でもあのだからといって全部が全部バカだとは僕は思わないですね。むしろ中学生だからこれからどんどん挽回できるチャンスがあるはずじゃないですか。だからこうもうなんていうかな、100% 切り捨てるのは僕は違うと思うんですよね。かといって、バカな行動をしてるのは見過ごせないなというふうに思うわけですよ。うん、でもあの何、先ほど申し上げたバカ自分を大きく見せたがるみたいな、そういう傾向っていうのは、まあ、確かにその偽ユタボンがよく使ってた、ね、ことわざの一種で、弱い犬ほどよく吠えるとかね、飽きだるは音が高いみたいな、そういう風な言葉があるくらいですから、昔からそういう風な傾向っていうのはあったのかもしれないんですよね。うん、いう風な感じですね。まあ、今回もね、ユタボン君が煽ってるけど、結局なんか他に実力がないから、そういう風な、なんていうかな、こう成立してないよと、煽り商売が成立してないよと、そういう風なことを、思いました。はい、ということでね、面白いと思っていただけたら高評価とチャンネル登録お願いします。それでお疲れ様です。オンライン個別指導塾かなで塾は生徒を募集しております。お問い合わせは下の概要欄から、メールアドレスでご応募ください。お待ちしております。